皆さんこんにちは、文ちゃん先生です。今日はですね、さつまいもの甘煮を作ってみたいと思います。さつまいもを今日は2本買ってきました。水はだいたい300から 400cc ぐらいでいいと思います。で、みりんと塩とお砂糖とそれから醤油です。で、基本はね。で、甘口にしたいので、甘煮なのでお砂糖を多いめなんですけども、だいたいこれだと大さじ4杯ぐらいで、塩をちょっと入れてあげるんですよ。それすると、あの、甘さが際立つっていうかね。あと、みりんの甘さもこうちょっと足してあげるっていうことですね。みりんは大さじ1杯ぐらいです。で、薄口醤油も大さじ1杯ないしは2杯入れてあげればいいかなというふうに思います。今この状態にしていますけれども、沸騰すれば弱火にして20分ほどゆっくりと煮込んであげれば出来上がりです。